はい、こんばんは、ジョマです。先ほどですね、オークションでまたレコードプレーヤーを落としたんですけれども、このレコードプレーヤーのね、似たものがあって、型番がね、少しレベルが落ちるものとか、もうたくさん加味するところが多いんですね。カートリッジはついてるのかとか、針ついてるのかとか、動くのかとか、いろいろ、あと、写真見てね、綺麗なのかとか、いろんな加味することがあるから、どう値付けをしていいかわからないんですけど、しかも1000円スタートとかすると、もう微妙なわけですよね。で、過去の取引とか見て、こんぐらいで落札されてるなとか、そういうこともすべて加味した上で、こんぐらいと。こんぐらいなら買っていいかなと。でも本来は自分が欲しいものがこういう、例えば完全に整備されて完全にいいよとなったら、そういうものだと買うと。元値が例えば5万円だとしたら、じゃ2万円まで買うよということもあるかもしれないし。さあ、1000円スタートだから、もしかして3000円ぐらいでね、落札できちゃうかもしれないなとかね、そういうこともあるんで、すっごく難しいんですね、これね。で、今日落としたレコードプレーヤーは、私の感覚ではだいたい、物の価値としてしては、やっぱ1万5000円ぐらい、5万円のものがあるかなっていうことね、欲しいし。でもオークション的にはジャンクだし、じゃあ5000円ぐらいかなとかね。ということで、送料がいくらかわかんないですけど、最大でも2000円ぐらいでしょうから、4600円ぐらいかな、で落札して。6000か、6000ちょっととかね、そんな7000とか、いう感じだと思うんですけど。オークションにかける時間、前々から何日、あと3日とかね、あと6日とかありますから、その間もちょっとやきもきしたり、いくらかなとか考えたり、楽しみでもあるんですけれども、やきもきしてギリギリになってね、6日もあるのギリギリのもう1分のところで高値更新されたりとか。楽しみでもあるんですよ。楽しみでもあるんだけど、仕事みたいなね、絶対落とさなきゃとかいうのがあると、これ時給換算するともうすごいですよね。ずっと気にして、それで直前のもう何分とか、高値更新されるとすぐまた10分とか延長されて、で、また入れてとかやると、あっという間に30分とか1時間とか経っちゃいますんでね。で、その間離れられないじゃないですか。他のことしてると、いきなりって なっちゃったり。で、似たような機種が今回のレコードプレイにあって、2つ私逃しちゃってるんですよね。で、1つ1円落札500円とか。もうに、でも送料があるんでね、2000円とかそんぐらいでしょうけど、2、3000円とか。ただ今回のが一番欲しかったんで、4600円で落札して、あと送料がいくらかかると思うんです。欲しかったんで、おおむね満足なんですけど、あと着てみてね、どんなものかっていう、またお楽しみになるんです。そういう時間的なこととか考えるとですね、時給1500円としても、もう、そうですね、3時間、5時間分ぐらいのね、あれがあるかな。時給換算するとそれだけで1万円みたいなね。日給じゃないですけれども。あれなのに2000円なのか3000円なのかということにね、すごいこだわっていたり。おかしいですよね。でも、私の場合も今となっては境地としては、もう欲しいものは、そこそこ適当な値段で買うと、
そんな感じでしょうかね。まあ、ということで、オークションのね、時間的な、考察と価値のね、自分のもう価値観との、ことで 苦労してますっていうお話でした。ありがとうございます。